はい、4月30日、木曜日、中学3年生の理科についてですね、まあ、今回ちょっと消化についてですね、確認していきたいと思います。まずですね、我々ね、まあ人間もそうですし、他の動植物、動物もそうなんですけれども、やはりですね、物を食べて生きていきますね。で、その食べている、ものを消化するものを消化管っていうんですけれども、口から食道、胃、小腸、大腸、肛門までですね、つながります一本の長い管のことを消化管と言います。で、今日皆さんにぜひともしっかり確認しておいてもらいたいのはこの消化酵素ですね。それぞれですね、消化液というのがですね、あるんですけれども、それによってですね、こちらのそれぞれの栄養分ですね、養分を分解していくんですが、まあ、どの部分でどんな消化酵素が出てるのかっていうのがですね、しっかり押さえておいてもらいたいと思います。まあ、結構いろんな本当にですね、細かく分ければいろいろあるんですけれども、まあ、代表的なところをちょっと3つほど出させていただきました。まずは、唾液に含まれる消化酵素ですね。もう口の中ですが、食べた瞬間ですね。もう唾液に含まれている消化酵素なんですが、これ、アミラーゼと言います。アミラーゼに関しては、デンプンですね。こちらのデンプンを分解していきますので、しっかりアミラーゼはデンプンを分解するんだよっていうのを必ず押さえておいてください。で、デンプンに関しましては、まあ、最終的には、これ、ブドウ糖になるんですけれども、まあ、いきなり、その、唾液のアミラーゼでブドウ糖になるわけじゃなくて、麦芽糖っていうのにまずは分解されるんですけれども、こんな字、ごめんなさい、漢字間違えた。こっちだ、ごめんなさいね。麦芽糖ってやつですね。麦芽糖っていうのに分解されて、まあその後ですね、まあ膵臓とか、小腸とかから出てきます膵液とかね、小腸の、ひだから出てくるもので、ブドウ糖になって吸収されていくという形になるんですが、まあデンプンは最終的にはブドウ糖に分解されるんだよっていうことと、アミラーゼの時には、このですね、唾液の時は麦芽糖になりますので、ここからブドウ糖に最終的にはなっていく。これも一つ押さえておくといいですね。最近結構麦芽糖はやっぱりよく見ますので、押さえておくといいでしょう。それから、胃液に関してですが、今回問題としてはちょっとテキストの問題出てこなかったんですけど、胃液はペプシンになります。ペプシンですね。ペプシンという消化酵素がありまして、これはタンパク質を分解する消化酵素になります。タンパク質ですね。タンパク質は最終的にはこちら、アミノ酸ですね。タンパク質もいきなりアミノ酸になるわけではないんですけれども、まあ、タンパク質から徐々に分解されていって、最終的にはアミノ酸になって吸収されるという形になります。ね。あ、そうだ、すいません。あとテキストのページ書いてなかった。73ページですね。ごめんなさい。はい。そして、膵液にあります、リパーゼという消化酵素ですね。リパーゼに関しては脂肪を分解していくんですけれども、脂肪はですね、もう本当にこのリパーゼで分解されるだけになります。もう脂肪はこれで分解されちゃいます。で、脂肪に関しましては2つに分けられまして、モノグリ、セリドってやつと、それから脂肪酸というものに分解されます。モノグリセリドと脂肪酸ってやつですね。まあ、別に逆でもいいんですけど、脂肪酸モノグリセリドってね。という形なんですが、こんな風にですね、分解されますので、ここちょっと一つ押さえておいてもらうといいですね。はい、そして、まあ、分解されました。吸収されやすいように分解されていきましたということなんですが、じゃあ分解されたらどこで吸収されるんだいってことですよね。体の中に入っていかないとエネルギーになりませんので、吸収していきますよね。はい。そうすると、どこで吸収されるのかっていうと、この絨毛というところで吸収されます。絨毛ってどこにありますかというと、小腸ですね。小腸の壁のひだにですね、まあ、あんまり見たくないと思いますけど、ボツ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 っていっぱいね、絨毛がついてるんですよ。まあ、これは我々、人間全員そうなんですけど、絨毛がボツ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 ってついてるわけですね。で、こんないっぱいに突起のようなのがボツボツついてるのはなぜかというと、これ、表面積が広くなるんで、広い範囲で一気に吸収することができるんで、効率が非常にいいんですね。これは、呼吸の時のですね、肺についてます。肺胞とかも同じ、システムなんですけども、まあ、丸っこい、のがいっぱいついてまして、やはりその空気、血液とですね、まあ、血液中の空気と触れやすいように、してるわけですね。
なんで、間違いなくこういった突起物に関しましてですね、表面積ですね。表面積が広くなることによって効率よく吸収ができるというね、そういうポイントがあります。あれですね、植物の根でもこういったのありましたよね。根毛でしたかね。そういったのも表面積広くなって、より根の方にですね、水が吸収されやすいようになるというのがありますので、そういったところってやっぱりなんか吸収するものに関してはなんか、表面積広くしてやっぱり効率よくするっていうのは、まあ動植物に関わらず結構共通的な内容なのかなと思います。はい。で、獣毛に関してなんですけど、獣毛に吸収されるのはまあそれはいいとしまして、で、吸収されたものって実はですね、それぞれ入っていくところが違うんですね。獣毛の中のです部分ですね。で、獣毛の内側にこうですね、まあもっと本当はテキスト見てもらうとバーって細かいんですけれども、血管がですね、あります。これ細かい血管の毛細血管ですね。で、毛細血管はこのブドウ糖とそれからアミノ酸が毛細血管の中に吸収されていきます。で、それから、突起物の中にさらに真ん中に突起があるんですけれども、このね、ボコって突起になってる出っ張ってるところがリンパ管って言います。リンパ管に関しましては、こちらのですね、モノグリセリドと脂肪酸、これは両方ともリンパ管に入りますね。で、入ったり吸収されて、で、最終的にはこれ、最終的にはっていうか吸収されたら肝臓に行ってっていう形になるんですけれども、まあこんな風に小腸の獣毛のところで吸収されまして、ブドウ糖とアミノ酸は毛細血管に入っていきます。モノグリセリド脂肪酸はリンパ管に入っていくんだよっていうのもしっかり押さえておいてください。はい。というわけで、ちょっとですね、大雑把といったらあれなんですけど、少し、一部分だけしか紹介できてないんですけれども、消化に関してちょっと確認させていただきました。ぜひとも消化酵素ですね、それから何を分解するのかっていうのもセットで、覚えておいてもらいたいと思いますので、ぜひですね、この消化酵素の内容の部分ですね、もう一度しっかり、確認しておいてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。では、今日はここまでになりますね。いよいよ、学校集始まります。受ける方はぜひ朝の9時からですね、自転車で来る方に関してはぜひヘルメットをかぶって、かぶってですね、来てください。では、お疲れ様でした。今日はここまでになります。またね、夏期講習等々お待ちしておりますので、よろしくです。じゃあねー。